ガドソン、カチバグラとボール回ってペイント内にオマラいますが、そのオマラには行かせなかった。そうですね、今もフロントに立ってしっかり守れてますよね、はい、さあそのままカーターからベースラインから、いやこれは待つしかないですよね、はい、さあ今度はこのペイント内でのマッチアップ、3円のこのシュートの精度というのも今日は高そうです。さあ艶ここを使っていく、田渡りのところよく持った、押し込んだ、カリス、そして杉浦、この5人です。ここは志賀も行かせないか、いやここ待っていた、1人かわして、いや太田が連続得点、そうですね、これで6点目ですか、はい、ね、はいはい、これも今太田が画面奥ですが、ここにボールがあって、いやね、小沢も行ったんですけども、そうですね、田渡りどこに出すか、自分で行くか、自分で行った、小原もいるが、バウンズパス、どうだ、決めた、絶妙なタイミングでパスを出しました、キーパーラビラですが、いやここは小原が勝てるか、いや押し込んだ、その上を行った、さあショットクロック7秒から足が動きます、ここも行かせない、杉浦、そして田渡り、ここで3狙ってくるぞ、来ました、ここでカーター、カーター持っていくが顔に当たっていますが、まだプレーは続いている、ここでプレーが止まります、形になります、あー取った、狙っていました、そしてハリスが決めてきた、ただ3位も早いですね、バスケットカウントです、もうここまで3円が持ってきています、森山のファール。さあこの滋賀のディフェンスの上を行くオフェンスを見せるかという3円、杉浦、ハリス、ハリスを返し、スリーポイント、ファールというところ、まあ、3円がこう早い展開にしているので、まあ、生まれてきているということもあるかもしれませんが、いやー押し込んでいる、まだ3円ボール、杉浦3リバウンドもこれ3円が取れる、川渡り空いたところを行かせない、オマラ、ただここの左を使った、ハリスダンショット、